フランツ・ゲッツは、第二次世界大戦時のドイツ空軍のエースパイロット、騎士鉄十字勲章寺勲者である。騎士鉄十字章は、戦場での卓越した行為や、軍事上のリーダーシップを発揮した者に授与された。フランツ・ゲッツは著名な第26戦闘航空団、シュラゲーターの最後の戦闘航空団司令であった。フェニックスのチャンプリン戦闘機博物館に展示される。 元ゲッツ上機のホッケウルフ FW190D-13R11 イエロー 10WK ナン、no. バー836017フランツゲッツは戦争前のドイツ空軍に戦闘機パイロットとして入隊し第53戦闘航空団ピックアス第3飛行隊に所属していた時に開戦を迎えたフランス侵攻作戦中の1940年5月の 早朝時代に最初の撃墜を記録した。ゲッツは続く、ヨーロッパ、ロシア、地中海、本土防衛を JG53 と共に戦った。ゲッツは、騎士鉄十字章を授与され、1942年10月から1945年、初めまで JG53、第2飛行隊の飛行隊長を務めた。計算機撃墜した。 ボーイング B-17 爆撃機の最初の1機を1944年8月24日にリューネブルガーハイデ上空で撃墜した。1945年1月28日にフィルステナウに駐屯する第26戦闘航空団の戦闘航空団司令に任命された。ゲッツは3機の銃爆撃機を含む総計63機を撃墜した。終戦の時に ゲッツの FW190D-13 は北部ドイツのフレンスブルクでイギリス軍に降伏した。非常に珍しい、このホッケウルフ FW190D-13R11 はフライングヘリテージコレクションに展示され、21世紀の飛行に向けて近年そのユンカースユモ213エンジンを再び稼働させた。ありがとうございます。